さてさて、配信できてるのかな、配信できているのでしょうか。こんばんは。あ、ちがさんこんばんは。あ、バブこんばんは。いやー、ちょっとモニターオープンしよう。はい、ということで始めようかなという感じでございます。そういえばツイートしてない、どうしよう。ツイートをしてないぞ。これはどうやって共有をすればいいのだどうやって共有をすればいいのだ。配信されております、ありがとうございます。はい、これはどうやって配信ツイートしよう。とりあえずツイッターに上げておきますね。どれをツイートすればいいんだ。なんか YouTube ライブを私多分2回目なんですけれど、ものすごく緊張しておりますどうやってやってたっけと思いながら、なんかわっちゃわっちゃやってます。はい、じゃあとりあえずツイートをしておきますね。ツイートをしておかにゃんじゃん。おいで、始めます。ほい、ほい。ということで、はい、お待ちしてましたわ。ありがとうございます。ネジさんこんばんは。声は聞こえてますよ。あ、じゃあそろそろサムネを変えようか。はい、こんばんは。こんばんは。ということで、本日やりたいのはですね、これなんですよ。ででん。こちら、草間弥生の、バーチャルかな？これ、あれかな？こっちの方がわかりやすいかな？ちょっと日本語のビテ調の URL を載せますけれども、これ草間弥生の大回顧展バーチャルで鑑賞しよう、ドイツの美術館がウォークスルーを公開っていうのがありまして、でドイツのベルリンで今草間弥生が展示をしているんですね。でそれに対して、まあ、コロナの影響があってなかなか展示オフラインでできることやることができないということで、ドイツの美術館が、まあ、こういうオンラインでバーチャルで楽しめるようなものを制作してますよっていうやつで、ちょっとそれを見ていこうかなという感じでやってます。坂本さんこんばんは。おかにゃんじゃん、大丈夫。ありがとうございます。そう、これをねやろうと思ったんですよ。で、私の草間弥生知識はそんなにないです。今ラジオの方で「そんな美術の時間」っていうネットラジオポッドキャストでねやっているものでは、現代アートを今月取り上げたんですね。なので、まあ、草間弥生は現代アート、その前衛芸術と呼ばれるジャンルに含まれるんですけど、まあそこの延長で聞いていただけたらいいのかなという感じです。堀口さんこんばんは。こんばんは。はい、であれですよね、この人はあれですよね、草間弥生っていうのはあのちっちゃい頃草花とかの声が聞こえるみたいな、ゴールドロジャーみたいな能力を持ってて、でそれで長く悩まされていたんだけど、それを絵に落とし込むことによって、まあ、こうやって成功したよっていう話。ただ本人は波乱万丈な人生だと言っているんですけど、いやかっこいいなっていう感じですよね。そんなゴールドロジャーの能力私は欲しいですけど、まあそれはね一言だから言えるんですよね。バーチャルツアーありがたい。そう。なのでこれねちらっと見たんですよ、これなんですけど。でなんかそんなに広くもなかったので、まあさっとやってさっと終われるかな、この配信は30分ぐらいでいけるのではないだろうかと思っておりますという感じです。ほい、そこぐわーってきてヒューンってなるのでね、ここにさ再生ってあってさ、これを押すとなんか勝手に移動してくれるので、なんかこいつを使っちゃおうかなという感じです。多分30分ぐらいで終わるんじゃないかな。いやーん、俯瞰して、で多分これ入り口ですよね。入り口にこう巻き巻きをしていて、
宇宙へ行く行ってみた愛の花束で、これですよ。これがメインフロアにうねうねなっているやつです。なんかこうタコの足みたいな。そう、なんかさ、最近さ、草間弥生って一回も言えてない説草間弥生って言ってませんでした？草間弥生。そう、なんか最近さ、ワンピース見出しちゃって、あのラジオの方で言ったんですけど、なんかこれがさ、なんか何、魚人島にいるこうキャラクターの足みたいに見えてきちゃって、なんかもうワンピースでしか私が今例えられないという状態でございます。バイエーさんでいいのかな。はい、こっから出てきて、入ってきて、でタペストリーが来て、でね、これなんか後でこのポツポツは一個一個見れそうなんですよね。こうぐわーっと、この辺は割とポツポツじゃないやつですよね。うん、これもうほんと抽象絵画のあの時代って感じ。そう、なんか草間彌生って一回1960年の時代にそのアメリカに行って評価をされて、また2000年代にまた再評価されたっていう、船だな、船がポツポツしてるやつっていうアーティストなんですね。だから60年から2000年代の間がちょっとなかなかうまく這い上がれなくて大変だったとか、その前の幼少期もまあ大変な時期を過ごしたっていう。これすごっ、マネキンにポツポツが全部できてんの、やばっっていうね。60年代って言ったら、まあアメリカのポップアートが50年代に出てきて、あ、終わった、はい、ありがとうございます。アメリカのポップアートが50年代に出てきて、でその後このモダンアートっていう風に転換をしていく時期ですよね。だからいろいろ模索していた時期だと思うんですよ。で60年代のアメリカの芸術ってあんまり本編で触れてない気がした。70年80年の話はしたんだけどね。そうだからちょっとね、あの模索してた時期ではあったんですけど、その時に前衛的だっていう風に評価された草間彌生ですね。ほい、わあ、没入感が増すの、ありがとうございます。これをねちょっとずつ見ていこうかなっていう感じ。そう、なんかさ、これ見たいんだよね。ね、これさっきありました？これ行きたいんだよな。バーチャルウォークスルーの中のキラキラのやつ、なんかチームラボみたいですよね。どこだったんだろう。ここから私は迷子になるよ。そう、草間彌生って皆さんお好きですか？私は今迷子になっております。草間彌生って好きですか？知らんけど好きみたいな、なんか知らんけどあんま好きくないみたいなさ、そういうのってあると思うじゃん。なんか現代アートってそんな感じでいいかなと思っているんですよね、基本的に。なんかよくわからんけど好きとか、よくわからんけど嫌いみたいなね。よいしょ、よいしょ。私は今、あ、なんかいろいろ展示がある。これがあれか、あの万物の声が聞こえるってやつね。草花の声が聞こえる。草間彌生がそれを聞いて、こうやって青花のやつ、これ以上大きくならないのかな。なんかさ、展示いろいろバーチャル背景、このバーチャル美術館いろいろ見たんですけど、この YouTube の方でもなんかもっとグイーンってアップしてくれるやつとかいろいろあったんですけどね。うまく見せてくれない。うまく見せてくれない。なんて書いてあるの？ Praying for peace in the world, my eternal soul. だって。なんか、バ
ちゃわちゃしてますみたいな感じかな英語2だからわかんない。 You my です。あ、怖いな。これ草間っぽい、草間弥生っぽいよね。この赤背景にシルバーの点々みたいな、こんな感じ、こんな感じ。これがなんか草間っぽい。愛のスコールさん、草間弥生といえばかぼちゃですね。そうですね、あの日本の直島にもありますけれども、かぼちゃはそういえばさっきから出てこなかったな。ここはね、一応ドイツなんですよね。でドイツってそのアーティストに対しての支援がすごい充実してる国だなと思っていて、なんだっけ、そのコロナでわーってな第一波が来て、みんな世界中が混乱した時にドイツだけすごい支援金をその文化に対して送ったんですよね。それ見て、あ、すげえなドイツって思ってました。これはあれかな、素描かな。サイドラグ、あ、ここの注釈は読めん。ラブフォーエバー書いてある。赤にシルバーかっちょいい。そうよね。あ、あきのりさんこんばんは。あきとさんこんばんは。名前を聞くけど作品をあまり知らない、有名な方なんだなぐらいの印象でしかないです。そうですよね、そうですよね。いや、私も正直草間弥生めっちゃ知ってるとかそういうわけじゃないんですよね。ただなんかあのかぼちゃとか点々が規則的に並んでいるっていうところ、そういう人だよねっていう感じで、あとあの、まあ、幼少期に自分の病じゃないですけど精神的なところに、まあ、すごくそれで苦労したっていう話はありますけど、あ、チューリップだ。そう、なんか60年代って言ったら、多分60年70年とかってなるとアメリカだとマイノリティのアートっていうのがあのちょっと注目された時代ではあるんですよ。そのセクシャルマイノリティとか、あとはちょっと身体障害とかっていうのに対してもうちょっとフォーカスしようよと。それまでさ、その画家っていうのはその男性が描くっていう感じだったじゃないですか。この奥にあるやつなんか見たことあるかぼちゃっぽくないですか。あ、これ見たかった。でもこっちのマネキンも見たい、こっちのマネキンも見たい。めっちゃ可愛い、これめっちゃ可愛い。え、これ欲しいんだけど。え、これ欲しい。ちょっとこれはこれじゃない、こっち欲しい。このポンチョみたいなの、え、うまくできない。え、これかっこよくない、これかっこよくない、これ着こなせる草間ドレスだって。草間ドレス着こなせる女になりたい。え、これかわいい。裏側に黄色いポツポツがあって、これいいじゃん。なんかこれ着るおばあちゃんになりたいな。いや、今も着たいけど、なんか こればあちゃんでも着たい。原色に飲み込まれそうで知り始めは苦手でした。あ、そうですよね。もう原色バッチバチなのでちょっとあれですよね、インパクトは強いですもんね。ワンショルダーのお洋服をし、あー、千賀さんは絶対に似合う、絶対に似合う。これね、これ絶対似合うっしょ。ね。これなんて書いてある？草間ドレス。はい。草間ドレスですね。はい、じゃあ、あの、ポツポツ世界に行きましょうか。ポツポツ世界に。今は興味あります。あ、よかった。ありがとうございます。ポツポツ世界の前にこれ何？ポレン？ポレンって何？Google 翻訳出そう。Google 翻訳出そう。花粉だって。花粉だって。花粉なんだ。え、何これ？かわいい。うねうね。なんかウミウシみたい。ウミウシみたいになってる。
可愛い。なんかさ、グロいけど可愛いよね。ポップで可愛らしい。なんかグロいのはちょっと苦手なんだけど、あのグロい人ってなんか編集荒いみたいな感じあるじゃないですか。なんかそれがね苦手でね。でも草間弥生ってさ、すごい描写が綺麗なんですよね。ちょっとバチバチなんだけど。達也さんこんばんは。大根さんこんばんは。はじめまして。はじめまして。レモニーさん、レモニーさん、黄色と黒のポツポツ、めっちゃ草間さん、そう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 、これね、チンアナゴの束の、そうそう、チンアナゴ、私なんて言った、チンアナゴって言った、これこれこれぞ草間弥生って感じよね。あ、これ中見れるやつじゃない、これさ、中がガラス張りになってて、あ、これこれこれ、ガラス張りの中もガラス張りのキューブになってて、それで見れるみたいな。来た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 ね。これさ、私多分初めて見たのが au の e だってあったじゃないですか、ガラケー時代のやつで、あれで草間弥生ブランド、草間弥生がデザインした au の携帯みたいなのがあった時に、なんか au ショップにこれの赤バージョンみたいなのあったんですよ。でそれ見て、え、何これ、絶対携帯には使えないけど、なんかこれはこれは可愛いみたいな感じになってたね。これ可愛い。この下にさ、多分かぼちゃがいっぱいあって、見えるかな、かぼちゃ。あ、そっか、見切れてるのか OBS が。ちょっと見づらいのかな、これ。かぼちゃが、かぼちゃがあって可愛い。で、ここ戻って、よいしょ、よいしょ。でさ、これ、これが見たいのよ、私は。これ、これが見たい。これどこ？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 かっこいい！そう。いや、なんか、サイケ系のアーティストって、こんなになんかちゃんと丁寧に細部まで描いてる人ってなんか意外といないんだよね。なんかそれがね結構好きですね。だからこれも、これもさ、お洋服にしたら可愛いじゃん、この辺ね。お洋服にしたら可愛い。なんか着れるかどうかって言ったらちょっと、ちょっと勝負だけどさ。無限鏡、無限鏡、無限鏡ですよね。なんかさ、デパートのさ、向かい合ってる鏡に行くとテンションが上がるみたいな感じありません？私だけかな。チームラボみたいなやつはどこか覗くんですかね？インスタレーションですかね？どうですかね？なんか私このこのビテ帳のこれしか見たこ見てないんですけど、多分入れるんじゃないかなと思っていました。これ何？これこれ何？これ何？これなんかチリ取りに、チリ取り、あー、うまく見れない、うまく見れない、チリ取りに 何やら入っております。シルバーナイト、なんぞや、なんぞや、見れないじゃん。ちょっとちょっとちょっと、はい、こっちは、はい、サマー、わからん、なにこれ、カニみたいの入ってるけど、カニみたいの入ってる、これ何、ベッドフラワー、お花なんだね。え、これもなんかポツポツなの？あ、手袋だ。手袋がこうくっついてる。赤い手袋。赤い手袋なんて運動会とかにしか使わないよね。なんか、なんで運動会で使ったのか覚えてないけど。でもこの店舗で行ったら私30分で終わらない気がする。サクサク行こう。番組の概要欄にこのバーチャルの URL が貼ってありますので、もしよろしければ見ていってください。うまく見れないぞ。あ、かわいい。かわいい。ぶどうみたい。ぶどうかな？ぶどうでした。ほい。ほいほいほい。ちょっとこれ、サクサク、サクサクいきたいんだけど。あ、かぼちゃだ！かぼちゃあった。かぼちゃありましたよ。この点々の付け方が、あれなんですよね。フリーハンドなのに、こんなに、こんなに、パンプキンって書いてある。これもうちょっと寄れないのかな。このかぼちゃ、かぼちゃがザ
ザ・クソマって感じです。あ、なんかロッカーに入ってる、ランドセル入ってそうなロッカーにかぼちゃが入ってる。このさ、ペッタンってなってるのかわいいよね。うまく見せられなくて困っている。このペッタンなってるのかわいい。なんか下からこう覗いてる感じがしてかわいい。で、俺が見たいんだ、私はチームラボみたいなやつが見たいんだ、私はチームラボのやつが見たいんだ。で、これ見てたら多分日が暮れてしまうので一個一個、私はチームラボが見たいんだ、どこだ。意外と広いぞ。なんかちょっとロケハンした時はまあいけんだろうとか思ってたんだけど、あ、これかな。え、でもこれだけ違うよね。これ違う？え、何これ、なんかすごいセクシーなんだけど、セクシーなんだけど、そこじゃねえよ布みたいなところにある。あ、あ、みずるさん、みずるさんこんばんは。フリーハンドでの規則性はすごいね。私は友達と一緒に美術館に行きにくいので、こういうのは一緒に行ってるみたいで楽しいですね。そうね、なんかさ、私もさ、一人で行きたい派なんですよね。一人で行きたい派っていうのは、なんかデートとか行ったら行くんですけど、なんかデートとか行くと私が延々喋っちゃうので、あの、相手がだんだんつまらなくなるんじゃないか説っていうのがあってね。初デートで美術館に行ってはいけないと私は思っている、自分で。なんか喋りすぎちゃうから、いやーとか、わーとか、でこれはねみたいな話をずっと延々としてしまうので、うるさいですよね、そんなことしてたら。え、何これ、鉄球？鉄球だ。何これ、すごい楽しそう。楽しいですよ。番組じゃない、このライブの概要欄に URL は貼ってあるので、もしよかったら見てみてください。さっきかぼちゃとかあった。え、かわいい、かわいい。何これ、プツプツしてる、ポコポコしてる。これね、これ以上大きく見れないんですよね。マカロニなんだ。で、これとか普通になんか可愛らしいよね。なんかちょっとしたさ、あのカフェのさ、なんかトイレに行く途中の廊下とかにありそう。トイレは意味わかんないけど、みんなかぼちゃを背負ってきたのかな。おいせと。あ、これさっきなんかツアーでありましたね。あ、うまくできない。あ、これ、このうねうねのやつ、チンアナゴの集合、あ、いや、チンアナゴの集合体みたいな。こんなのんびりと見てたら日が暮れてしまうのだ。私は例のやつが見たいのだ、例のやつが。これじゃね？これじゃ違うけど行こう。卵だ。あ、これかな、イーダで見たやつって。この卵のさ、卵っていうかチンアナゴみたいだね。詳しい人がいるツアーの方が楽しいなって私は思っちゃう。それは嬉しい。マカロニ。え？いや、でもさ、草間弥生って多分好き嫌いめっちゃ分かれると思うんだよね。あの、強烈に好きっていう人と強烈に嫌いっていう人ね。だからそういうさ、あ、でもアートって往々にしてそうか。なんかみんながまんべんなく好きみたいな人ってなかなかいないのかな。ここっぽくない。違う、これさっきの船のもじゃもじゃ、船がもじゃもじゃしとる。読めない。この時は Google 翻訳だ。 Google 翻訳のカメラ入力というのを私は最近なんだ、集約、戦争と公園、なんぞや。調べてもわからんかった。で、ここじゃなかった。
ちょっと待って、私の求めているあのチームラボみたいなやつ、チームラボみたいなやつっていうのがちょっとおこがましいんですけれど、ちょっと待って、全部見ていられないのである。もう30分になってしまう。群馬県の原ミュージアム、草間ブースすごかったですよ。あ、群馬県か。なんか私長野県の草間弥生ミュージアムがあるんですけど、なんかそこには行ったことあるんですよね。群馬にもあるんですね。いやー、行ってみたい。圧巻でしょうね。なんかもうインスタレーションですもんね、この人。あ、でもミクストメディアとも呼ばれてるんですけど、なんかこういうね、あの結構大規模にやっている。ちょっと待って、一周回ってきちゃったよ。これさっき行ったとこだよね。え、どこ？これさっき行ったよね。そう、草花の話が聞けるゴールドロジャー能力っていう話をしたもんね。え、ないじゃん。ドールハウスの表示、どこどこどこか教えて、どこか教えてくれ。どこですか？あ、これっぽくない？これだところだ。すごい。これ良くない？これどうだろう、静止画であれだからわかんないけど、ピカピカするのかな。ピカピカしなくてもめっちゃ綺麗だけどね。あ、こうやってパイプでつながってるんだ、こうブーンって。へえ、すごい。迷子になってる。作品からのエネルギーの感じ方、受け取る方の違いかしら。すごく好き嫌い、そうね。あ、でも多分単純に好みとかっていうところもあると思うんですけど、私はすごく好きです。でもこういうファッション憧れるんですよね。なんかこうギトギトにやるみたいなやつ好きなんですけど、なんかね、往々にして失敗するんですよね。高校生の時めちゃくちゃなんか挑戦してど失敗して、なんかあられちゃんのピンクのメガネみたいなのしててなんかそれでなんか友達が会って3秒ぐらい固まってたっていう、で何も言わなかったっていうねあの感じでした。綺麗ですね。そうそうそう、立体草もカラフルポツポツ、キャー。そうそうそう、都庁の誰でも弾けるピアノが、あー、黄色と黒のポツポツの装飾で、ネット越しに何度も見ているのに毎回小さくおーと思ってしまいます。ね、あれも楽しみ。なんかさ、 YouTuber でさ、弾ける系の人がたまにあれで弾いたりとかしてるのね。なんかそっちのピアノの方に目が行ってしまいますよね。こっちは出口なのかな。ここのブースはここまでなのかな。あれだ、ほら見て、今わかった。これ見てくださいよ。これ見て、ほら色変わった。これ色変わるんだ。へー、ここに立ってたらずっとピカ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 してるってこと。ファッションで言うとネオンカラーこれから来ると思います。あー、そっか、いいね。でもネオンカラーをワンポイントで入れるみたいな感じな気がする。違いますか。なんかギトギトに入れても大丈夫かな。でもね、憧れるんだよね、草間弥生みたいなやつ。あ、ほらこれ見てて、これ見てて、ほら変わった、色が変わった。これが、わからんじゃん。これか、色変わってるわ。不規則のようで、ある種の規則性を感じる不思議な世界観。へー、ほんと、だってさ、これよく見たらさ、均等だよね、ここ。でも大きさは違うのか。どういう規則性なんだろう。すごい。ギトギトで。うわー、実際に見たい。ねえ、実際に見たい。ぜひ、ドイツへ。髪の毛もネオンカラーです。わあ、髪の毛もネオンカラーなの。髪の毛さ、私最近なんか美容師さんにそそのかされて、
とある美容師にそそのかされてだいぶ明るくなっているんですけど、いや私が明るくしたい、いやでもできないよねって言ったら本当にしてくれたっていうね感じで、あ本当だピカピカ光る。ということで、あともし行きたいとこありますか。グイーン、まあ、最後は、まあ、メインフロアで終わろうかな。ということでこの光浴びたいね、浴びたいね、浴びたいね、浴びたい本当に。いやということで30分ぐらいやったので、まあライブは終わろうかなというふうに思いますけれども、ありがとうございました、来ていただいて。いやーなんか YouTube ライブするのってドキドキだね。なんかずっとドキドキしてて、私できるのかしら、どうなのかしらって思いながらやっていました。ただこれさ、バーチャル美術館ってさ、あのやってくれるのはありがたいんだけど、なんか一人で粛々と見てもほーんで終わっちゃうじゃん。だからライブやりたいなと思っていたんですよね。これは私得です、誰得っていうか私得でございます。もしあの詳しく見たいよっていう方がいらっしゃいましたら、こう番組概要欄にありますので、ぜひ見てみてください。という感じでこの画面に切り替わって終わろうかな。ありがとうございました。去年インナーを蛍光緑にしてたわ。あ、そうインナーだったらいけるよね。私も蛍光黄色は持ってました。蛍光黄色になんかわざと透けそうな白いシャツとか着てなんか楽しんでましたね。そしたらパンツ選びちょっと困るみたいな、ジーンズとか黒とかだったらいいけどね。感じでそろそろぼちぼち終わりにしようかなと思います。本当に来てくださった皆さんありがとうございます。突然企画して、ね、来てくださる人がいるっていうのがありがたいです。本当にありがとうございます。アウターもネオンで行きました。アウターもネオンで行くんですか。いや怖いなー、いやでも行きたいなー。じゃあネオンになったらご報告しますので、またよろしくお願いします。でネオンのアウターをまず探さにゃんじゃんね。ということで、はい、じゃあそろそろ終わりにいたします。本当にありがとうございました。バイバーイ。